ちらの方にお願いします。こちらは細菌検査のサンプルなんですけれども、こちらはあの雑菌の検査のものです。これあの24時間培養すると、まあ、水道の水は、まあ、もちろん何もいないんで出ませんけれども、水源の水はですね、この一つ一つ、これがね、あの雑菌一つが24時間培養すると、このぐらい大きくなります。この一粒一粒が一匹の雑菌ですね。いいですか。すごいすごい。で、こちら大腸菌です。これ、なぜやるかと言いますと、大腸菌はあの病原性細菌の、まあ、目安になる細菌ですので、やってます。これ、黄色いからといってあるというわけじゃないんですけれども、こうやってあの紫外線を当てるとですね、こうやって光るのが大腸菌があるということになって、こうやってやるとあのよくわかると思うんですけれども、黄色くてもあの青くなるのと、黄色くて青くなるの、また黄色くても青くならないもの、今白くても青くなるものがあるんで、これ色だけでは判断できません。こちらの中にあっているのは飲料水です。こちらはですね、何のために作っているかと言いますと、災害があった時に、飲料水を確保してくれたらなと思います。これ最初に作ったのが昭和48年です。それから年々と作っている。それが一番最近のものですね。で今こちらが現在やっているのが、手前の彼女がやってるのが、あの水の硬度、いわゆるあのミネラル分ですね、これ測ってます。こうやってあの薬を入れると、ちょっとあの紫っぽくなるんですけれども、あの薬品を入れていくとですね、だんだん青くなってくるんですね。もうちょっと青いですね。で、あれで高度を測ってます。で、奥の彼女がやってるのが周期試験といいまして、水の匂いです。水に嫌な匂いがしてですね、やっぱり飲むときにちょっと支障がありますので、検査、水の匂いの検査もやってございます。で、それで東側の検査の案内は、やっぱ匂いは鼻で嗅ぐんですね。そうですね。結局人間が鼻で感じるものですので、なるほど。鼻で嗅がないと、大概の検査らしきものもあるんですけども、やっぱもうそういう物質はね、の検査もあるんですけれども、鼻で嗅いで、やっぱ人間の方が、ありがとうございます。Thank you.